のどかな田んぼのあぜ道に彼岸花が咲き誇る日田市天ヶ瀬町本庄地区。今年で17回目を迎える彼岸花とかかし祭りは、実りの秋を迎えた毎年この時期に開催されています。今年は昔ながらの農作業をテーマに、地元の農家や逸間小学校の児童が制作したかかし、およそ100点が展示されています。田んぼには千葉こきを使って稲を脱穀する様子や、牛を使った白かきの様子を表現したものなど、ユニークな作品が並んでいます。面白かったです。嬉しい気分。嬉しい気分。それぞれの表情がいいね、かかしの表情が。そんなに暑くないし、なんかちょっと秋を感じてとても良かったです。静かな風景とですね、まあ、今稲穂が黄色く色づいてますけども、彼岸花と合わせてね、楽しんでもらえばいいなと。このかかし祭りは来月13日まで開催されます。